こんにちは。今回は動画編集者向けにPhotoshopのマスク切りについて解説していきます。動画編集では映像以外にも静止画を使うことがよくあります。その静止画も加工したり必要な箇所を切り抜いて使うことが多いです。他には YouTube 用にサムネイルの制作も行いますね。グラフィックデザイナーの方は時間をかけて厳密に処理すると思いますが、動画編集ではなかなかそうもいきません。本来の映像編集に時間を割くためにも、静止画の処理はなるべく手早く終わらせるべきでしょう。今回はこの女性の切り抜きを行っていきます。まずは投げ縄ツールですが、大雑把に囲んだ上でシフトキーを押しながら範囲を追加したり、アルトキーを押しながら不要な部分を排除したりします。投げ縄ツールではこのように直感的に切り抜く作業ができますが、今回のような複雑な形のものを一から切り抜くのはとても時間と手間がかかる上にクオリティもよくありません。投げ縄ツールは最終的な微調整などに使うと良いでしょう。次にマグネット選択ツールを使ってみます。選択するポイントをなぞると、磁石がひっつくような感じで選択してくれるツールですが、やはり精度の上で問題があります。例えば自動車のように境界のはっきりした人工物などでは使いやすいですが、髪の毛など境界が曖昧な部分に対しては不向きなツールです。自動選択するタイプのツールを見ていきましょう。まずはオブジェクト選択ツールです。ざっくりと被写体を囲むことで自動的に選択範囲を作ってくれます。このツールを使う場合は、選択した後で選択とマスクで調整する必要があるでしょう。これはなかなか強力で精度もそれなりに高いのですが、やはり髪の毛などの細かいディティールは抜けてしまっていますね。次にクイック選択ツールを使ってみます。こちらはなぞった範囲の周辺を Photoshop が自動的に境界を判別してくれますが、やはり精度に問題があります。これも選択とマスクや投げ縄ツール、レイヤーマスクを塗ることなどで調整が必要になるでしょう。他にはペンツールを使ってパスを描き、描いたパスを選択範囲とする方法もありますが、今回のような素材にはとても不向きですね。ペンツールでは整ったベジェ曲線を描くことができるので、こちらも境界のはっきりとした人工物やロゴなどを選択するのに向いています。それでは Adobe 先生という機械学習 AI を利用した被写体を選択を使ってみましょう。こちらは特別な操作もなく、すべて自動で選択範囲を選んでくれます。たったのワンクリックで精度の高い切り抜きをしてくれていますね。しかしよく見ると髪の毛や腰の帯の部分の切り抜きがあまりうまくいっていません。最後にチャンネルを利用した切り抜きをやってみましょう。基本的に画像は赤、緑、青の3つの色要素で構成されています。チャンネルではこの3つをそれぞれの要素で表示しています。モノクロで表示されているのはそれぞれの色の強さを白と黒の濃淡で表示しているためです。今回は切り抜きのテクニック紹介ですので、あまり深く考えなくても問題ありません。まず赤、緑、青のうちどのチャンネルが切り抜く人物をくっきりと表示するか確認します。この場合は青のようですね。この青のチャンネルから人物の選択範囲を抽出していきます。青のチャンネルをそのままいじってしまうと実際の画像の色に影響が出てしまうので、一旦青のチャンネルを複製します。この複製した青チャンネルで調整していきます。複製したチャンネルを選択した状態でメニューバーのイメージから色調補正、トーンカーブを選びます。ショートカットではコントロールキーを押しながら M でも OK です。トーンカーブの画面下側にある白スポイトで背景を真っ白になるように調整します。次に人物をクロスポイントである程度真っ黒になるように調整します。あまりやりすぎると輪郭がガクつくので、調整はほどほどにするのがコツです。
こうして青のチャンネルをもとに人物と背景をくっきりと黒と白に区別することができました。この状態をチャンネルを選択範囲として読み込むをクリックします。これで人物が高い精度で切り抜くことができました。先ほどの AI を利用した被写体を選択と見比べてみましょう。細かい髪の毛の切り抜きに差が出ていますね。今回は被写体がシルエット状だったのでチャンネルを利用した切り抜きでうまくいきました。しかしこれも被写体によってはうまくいかないこともあります。これまで紹介してきた投げ縄ツールやペンツール、選択とマスク、レイヤーマスクでの調整など様々な方法を組み合わせていく必要が出てくるでしょう。はい、それでは今回のまとめです。投げ縄ツールは大雑把な選択や最後の微調整に使いましょう。パスやマグネット選択ツールは複雑なものには不向きです。自動選択系のツールは選択とマスクなどで調整すると良いです。被写体の選択は非常に強力ですが完全ではないので注意しましょう。特定のチャンネルを複製しコントラストを調整することで選択範囲に応用することができます。動画編集は本来編集にこそ時間をかけなければなりません。静止画の処理などは可能な限り精度を上げつつ時間短縮を目指し編集に専念できるように心がけましょう。ご視聴ありがとうございました。